珍しいもの手に入れたわ。スキューバーダイビングの時便利よ。水中テレビ、それから電子歯ブラシ、トランジスタ冷蔵庫、電気ナイフ研ぎもあるわ。そしてエロティック電磁石、電気コーヒー引き、電気靴磨き、電子ジューサーミキサー、噴射式電子歯ブラシ、そしてミニ自動車、うちの中乗り回すのにいいわ。幸せ？いいえ、いいの。こんな中途半端苦しいわ。重荷なの。あなたと二人でこの熱い情熱の炎に焼かれるなんて素晴らしい。今夜という夜が永久に続けばいいのに。ああ、フレディ。フレディ。私の首を絞めて。ヨンの目が光った。本気かよ。重荷だって。ああ、ロベルト。私に渇きを癒して、この体はあなたのものよ。奪って。私をこんなに見えてるわ。まるで火の上よ。この火を消して、消して。調子いいじゃねえかよ。本当に未経験か。そうよ。どうだか。落ち着け、大丈夫。どうしたんですか？一体何が？なんでもない。なぜ怖いことばかり起こるの？このうちには私を嫌いな人がいるみたい。もうそうだよ、くだらない。ここには僕の他にはエグレしかいない。古いから全てが壊れかけてる。そのためさ。今夜のお客、断るわけにいかない。さあ、横になって嫌なことは忘れるんだ。